はい、ワードツー、おはようございます。楽しんでってください。メリークリスマス。メリークリスマス、明日なの？今日はイブか。イブってでも変な発想だよな。前夜祭っていう風習ってあんのかな、日本にも。なんか変な感覚だよね、前夜祭って。黒助さん、おはようございます。なんかちょっとデイリーランキング1位狙ってみようかなと思って、ふと思いついたんだけど、デイリー1位狙ってみようかなと。狙ったら取れるのかなっていうのを検証したかったんだよ。狙ったらどこまでいけるのかっていうのをやってみたくて、うん、リスワンとかは狙ったことあったんだけど、ちょっと一回コミットしてみようかなと思って。はい、ワドツー、改めてワドツーです。狙ったらどこまで行くんだろうっていう、そんな感じです。実験をしてみます、自分で。はい、いらっしゃい、楽しんでて。ありがとう。Thank you。 ありがとう。新しいフォロワーさん紹介します。新しいフォロワーさん、大川さん、フォローありがとう。まあ、まったり楽しんでいきましょう。さっきの話、和道さんは人生を好転してるのは自然と、それとも意識してる？子供の頃は自分のことが大嫌いだったんですよ。本当に嫌いで、で、どうにもならない人生だと思ってたんですけど、中学2年生ぐらいの時から自己肯定を訓練したんですね。で、途中からそうなりましたかね。自然となったっていうか、やっぱ習慣化したっていう感じかな。習慣化。うん。それでなんか自然とそれが当たり前になっていったかな。昔はね、もう自分のことが大っ嫌いで大っ嫌いでしょうがなかったんですよ。それがいつの間にか普通になりましたね、考え方として。あれ。
それがね普通になっちゃった。うん。あ、いい。ありがとうなんてとんでもない。昔はだから自分のことが大嫌いだったね。正直。今ではそんなんないけどね。結構好きよ。そう。和道っていう生き方が好きだよ。それだよね。好きなことばっかりやってんだもんな。嫌いになるはずがないよね。私は毎日引き寄せの法則の訓練をしています。ロンダーバーンですね。ロンダーバーン、引き寄せの法則。引き寄せの法則好きだったら、あの恐怖を築く13の条件とか、あの思考は現実化するような方がいいと思いますよ。体系的ですよ。あの具体的にどういうことをやりなさいって書いてあるから。私も数年前まで嫌いだったけど、徐々に好きになってきた。そうそう、思い込みなんだよ。好きか嫌いかっていうのは。思い込みだからさ。うん、だから好きだ好きだって言ってると好きになってくんだよ。好きになった方がまあ、得だよね。って考えた。好きになった方が得だなっていう。うん、得か損かだけだね。アファーメーションが結構大事で、人間の心理って面白いんだけど、あの人間ってどんな人の言葉を一番よく聞くか知ってる？どういう人、どんな人間の、どの人のアドバイスっていうか言葉を一番信じるか分かる人いる？誰の言葉をよく聞くか。人間の脳機能的にね、どんな人の誰の言葉をよく信じるかっていうか、わかる人います？体験談。あのね、人間の脳の不思議なんだけど、自分の言葉をよく聞くんです。自分の言葉を肯定的に、100% 肯定的に捉えるの。親じゃない。だから自分が普段無意識に吐いてる言葉っていうのを整えると、自分を洗脳できるよっていう理屈なの。それがアファーメーションっていう体系なんだけど。だからそれそうじゃん。普段無意識で喋ってるってことは自分の中のものを吐き出してるわけだから、自分の音を自分で反芻してるの。だからネガティブな人ってネガティブな言葉を吐くから、それを聞いてるからネガティブがループするって言われてる。それをポジティブに言葉を変えるっていうのは意図的にできるじゃん。無意識を意識に
に起こせばいいわけだから。で、意識に起こすのは大変な作業なんだけど、吐くときにポジティブに変換して言うの。そうすると聞くじゃん。それをね、3ヶ月間ぐらい繰り返してると、心の方が書き換わるっていう。これ仏教でも同じこと言ってる。仏教の修行もこれと同じ原理なんだけど、要は心って書き換えられるっていう。で、人間の思い込みなんだけど、その西洋哲学とかでもさ、自我っていうのは勝手にもともとあるって考えちゃうの。存在するって考えちゃうんだけど、でも冷静になってもらいたいんだけど、赤ちゃんの時って自我が存在しないのよ。子育てをした人だったらわかるけど、で、母親とか父親とかの習慣であったり言葉とかを真似していくの。情報をコピーしていくの。で、自我っていうものが徐々に形成されて、自我っていうのはだから、累積された情報なのよ。それを書き換えることで人格そのものを変えることができるっていう。だから簡単に言うと、なりたい自分になれますよっていうのが、その、ロンダーバーンが言ってることだし、ブッダが言ってることだよね。なりたい自分にはなれるっていう。面白いね。あるよね。具体性があった方がいいの。多分ロンダーバーンの本を読んでる限りだと、何をしたらいいのかっていうのは書いてないはずだ。例えば心をきれいにしなさいとか、吐く言葉とか意識とかっていう、要は曖昧な感じだと思うの。具体的に何やれって書いてないと思うんだけど、俺がコーチングやってた時っていうのは、具体的にその実現させるまでコンサルしてたんだけど、マインドマップって知ってる？桜子ちゃん。マインドマップの書き方から、あとアファーメーションするリストを作ったりとか、毎朝唱える、そう、誓約書みたいなのまで作ってた。それをずっと1日かけて、だいたいね5時間ぐらいのプログラムなんだけど、最後にその症状みたいなのを発行するんだけど、その人が何になりたいのかっていうのを引き出してあげて、で、それにはどういう言葉遣い、どういうマインドセットをしたら洗脳がかかりやすいよっていう風にして、文言を作ってあげるの。誓約書。自分に対する。で、まずはこれを3日間唱える。毎朝と寝る前。特に寝る前が重要なの。起きた時と寝る前に重要なの。で、それを叫ぶの。大声で。で、その、実家とか、都内とか物理的に無理だったら、まあ、公園でやってもらったりとか何でもいいんだけど、心の中で強く唱え方も教えてあげて、で、それにはすごいテクニカルな文章があるのね。そう、早期イメージって言って脳が誤爆しやすいように、脳が錯覚を起こしやすいような文章っていうのがあるの。それを書いて、まず3日やりましたかって。じゃあ1週間できましたか ?3 週間できましたか ?3 ヶ月できましたかっていうのを追っかけるの。メールとかで、電話とかで。そうすると3ヶ月後、生徒さんから めちゃめちゃ変わったって言われる。間違いなく変わったっていう。それそうだよね。自分がなりたい通りになる、なれるよっていう。なんでかっていうと、その、前も話したんだけど、ネガティブな感情っていうのはリスクヘッジのために生まれた危機回避能力なんですよ。でも現代にはそれ必要ないよっていう話この前したでしょ。で、人間っていうのは無意識下で危機回避能力が高いんだけど、要はバグを発見する能力も高いのよ。それと同じ能力なのね。で、やりたいゴールが決まると、今の自分を逆向きに変えられるの。要は今までは危険、周りがどうこうっていう危険回避の能力に使っていた能力っていうのを、
なりたい自分を明確化したときに、このままじゃ自分がダメだっていう点を探す能力に転換できるの。そうすると自然的に、要は今までネガティブに使っていた危機回避能力っていうのが、自分がなりたいものになるために今必要のないものを探す能力に変わるの。自然と見えてくるの。あ、私ここダメだったんだ。あ、ここ変えなきゃとか。私これやらないと。そういうのはやってたね。すごい興味ある。全然質問してもらったら何でも話すよ。無料で。無料で。持ってる情報は無料でシェアします。今すぐ気持ちを変えたいのですが収まりません。あのね、あの時間と気持ちの強さと行動っていう図式が当てはまれるんだけど、メモがないからあれなんだけど、結果イコール行動かける気持ちかける時間なんですよ、おはよう。で、その行動が0で気持ちが100がマックスの数字だとするじゃん。 100% の時間、起きてる時間を 100% 時間をかけて、気持ちのメンタルも100で、行動は0、絶対に達成しない、結果は生まれない。逆に行動はしてても気持ちが入ってない0、時間は100かけてる、これも結果出ないでしょ。行動もしてる、行動もガンガン動くで、メンタルも整えてる。だけど時間をほぼ使ってない。これも結果出ないっていう。だから、その今すぐっていうのは絶対に無理なんだよ。なんでかっていうと、マチルダが今いくつかわからないんだけど、まあ、仮に20歳だとしよう。20年間の自分っていうわけ、のがあるわけだ。でしょ？で、それが常識なの。で、人間っていうのは、甲状腺維持機能とか、いろんな、ものがあるんだけど、今現在を維持する力っていうのが一番強く働くのね。現状維持っていうのが一番大切なの。生命を維持するために。恒常性維持機能っていう、無意識下で働くものなんだけど、今の自分を肯定する力っていうのがすごく強く働くの。そうでしょ？だから、その、自己洗脳とかアファーメーションっていうのは、簡単に言うとメンタルだけ、肉体とかは追いついてないんだけれども、メンタルだけ今の自分を高いところが今だって錯覚させる技術なの。そうすると、例えば俺が自分の理想像をメンタルがバチンって入るじゃん。そうすると今の自分が心地悪くなるんですよ。要はこんなの俺じゃないっていうので、どん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 勝手に上に上がろうとすんの。だから現実を凌駕しちゃうのね、精神で。そういう技法だね。だから今すぐ変えるっていうのはメンタルからしか変えられない。これはね、吉田松陰も同じこと言ってんの。先に変えられるのは肉体とか結果とかじゃなくてメンタルだけなの。マインドとか言うんだけど、ウォルト・ディズニーはそれをイマジネーションの力とか言ったんだけど、いろんな言い方をしてる人がいるんだけど、言ってることはみんな一緒。だからサッカーの本田とか見るとよくわかるかもしれない。
今就活していて、私はパートから正社員になりたいのですが、正社員を優先されて一件面接をしました。正社員を優先されてってどういうことだろう。多分桜子は今の職場で正社員になりたいっていう気持ちが強く働いてる。それはその現状の自分しか見えてないから。でも旗から見るとリスナーさんのみんなも、あ、それ和道の言ってる通りだよって言うと思うけど、桜子さんが今の職場でパートから正社員に上がるっていうのももちろんありだとは思うんだけど、今の職場で上がりたいっていうのが強く働いてるはずなの、多分。で、他の人が上げられちゃったとか、他の人が採用されちゃったから枠がないって考えてるんだよ。でももっと俯瞰して見てみると、実は桜子さんがよりいい給料をもらえてよりいい環境っていうのは他の会社にもあるはずなの。でしょ？でしょ？だから、その、なんていうのかな。その能力を、その、なんつうんだろう。今の会社でって限定させないで、なんて言えばいいのかな。理想の本当のゴールはそこなのかっていうのをもっと問い詰めた方がいいかもしれない。でしょ？今の会社で正社員になりたいって思ってるでしょ？そうじゃなくてね、なんて言うのかな。よく言うんだけど、他人と過去は変えられないよってよく言うんだけど、自分は変えられるよっていうな。で、あのね、もっと徹底的に落とし込むとわかるんだけど、多分ね、その、もっと、その、採用を、例えば今の会社でやるには、俺、よくね、バイトから店長に上がったこととか4回ぐらいあるの、人生から。末端社員から、正社員になったことは、1回、2回。で、一回は断ったの、俺逆に。店長やってくれって言われて漫画喫茶で、それは断ったの。で、三回実際やって、四回チャンスはあったのかな？だけど、その時は、なろうって言って決めたんだけど、なろうと思って仕事してたんだけど、なんでなれたかっていうと、上司に聞いてた。正社員になるために僕に足りない能力は何ですかって。もし、店長が僕に店長を任せたいと思うんだったら、どういう仕事を覚えてほしいですかとか、もうダイレクト。もうなりたいですってもう伝えるの。その決裁権持ってる人に。で、店長が楽できる仕事を覚えたいですって言うと、バンバン仕事任せてくれるの。だから、アルバイトなのに、俺、アルバイト全員のシフト表とか作ってたし、その、給料とかのメンテとかもしてな。要は給料いくら欲しいか伺って同じ立場なんだよ。同じ立場のアルバイトが20人ぐらいいて、ね。で、俺は店長になりたいってみんなにコミットすんのよ。みんなに言ってたの。で、店長にも店長になりたいって言ってたの。そしたらあなたエリアマネージャーになれるから楽でしょって。だから、教えてくれって言って、で、じゃあまず一個仕事渡すわって言って、会計の仕事とかが全部レジの、その、社員しかわからない情報とかも全部教えてくれて、で、研修とかも連れてってくれたりとかして、あとその、バイトにいくら稼ぎたいのとか、週何入りたいのとか、深夜がいいのとか、全部カウンセリングして、全部メモって、で、シフト組んで、とか、やってるうちに、社員なれよって言われて、そういう感覚だと思うよ。だから、その、店長になるって決めたら、店長側の目線で何をやらないといけないのかが見えてくるのよ。シフトも作れないといけないし、アルバイトのケアもできるようになんないといけないし、店のことが全部分かってないと指示が出せないっていうことに気づいたの。なんか全部覚えるっていう。仕入れはどうやってやるのか、どこの業者が繋がってるのか、どこの振り込み、いつ、どの銀行でやるのかとか全部メモってた。だけど、普通のバイトの感覚で店長になりたいだと、それをやらないのよ。やらないから店長になれないんだよ。わかる？やらないから社員になれないの。むしろ逆で、それができるスーパーバイトがいたら、抜けられたら困るじゃん。抜けられたら困るじゃん。そういう使えるやつがいなくなったら。だから使えなくなったら困るっていう時は社員になってよって時よ、会社。逆算すんの。経営者側で見んの。自分が店長だって思うと、自分が今できてないと困るものが見えてくるんだよね。
まだ就職先は決まってません。でも最初はパートから仕事したいのですが、体力が不安で正社員にいきなり入る自信がない。あ、それだよ。だから正社員に入る自信がないんですって言ってるからなれないんだよ。うん。なるようになるの。マインド通りに結果が、なの。わかる。だから今はパートしかつけないはず。自分が望んでないことは手に入らないから。でしょ。だから正社員になりたいっていう気持ちはあるけれども、不安だから今かパートだ。だからパートしか決まらないはず、今の桜子さんは。のぞみさんはどつ。りゅうかさんおはよう。わかるかな、この感覚。自分が望んだ通りの結果になる。なりたいって思ってるものは叶わないってことだから、なるって決めたものしかなれないのね。だからなりたいって思ってるものは未来もなりたいって言ってるだけだから、自分がなるって言ったものにしかなれないの、うん、俺も一緒よ。だから生活保護抜けるのはすごい怖いのよ。生活保護抜けるのは本当は自信ないんだよ。でも抜けるって決めてんの。だから見えてきたの。月どれくらい稼がないと配信でとか、もう本当抜ける前提で動いてるから、もう来年は確実に抜けるだろうね。怖いよ。でも自信ないよ。でもそこは騙してんの、自分を。全く一緒。不安はわかる。アブルさんいらっしゃい。うん、そうそうそう。あのね、だからワンピースの面白いところってそこをうまく書いてるんだよ。ルフィは海賊王になるって言ったからなるんですよ。そう。うん。なりたいじゃなくてなるって決めてるんだよね。うん。そう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 。うん。新しいフォロワーさん紹介します。あ、大川さんフォローありがとう。自分の中で決めつけると、決めつけるとっていうわけじゃなくて、私は今こうなんだって思い込むことね。なりたいじゃなくて。そう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 、なりたいなじゃなくて、うん、むしろ俺は海賊王だぐらいの勢いじゃない、なんなんだよ、ね。俺はアイアム海賊王ぐらいじゃない、なんなん、うん、今ナウで、うん、タイトル変えよう。タイトル変えるわ。狙うじゃダメだわ。俺はデイリーランキング1位だって言ってくるわ。ちょっとタイトル変えてきます。あの、自分でやってみよう、うん、自分でやってみよう。1日1箱です。お疲れ。すぐ枠開きます。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。